はい、皆さんこんにちは、今日はここに書いてある通りでございます。8月21日2023年マンデー月曜日ですね。4時40分なんですけど、これテレビのね、あのビデオのコーナーをちょっと撮って、まあ、出させていただいたんですけれども、実は残念ながらポスポーンド、センセナディレイズと LA、エンジェルスの試合が延期になりました。ポスポーンでございますね。まあ64勝61敗センセナディレイズで、大谷さんのところエンジェルスは61勝64敗、まあ似たりよたりしてますけど、まあちょっとね、あの3つ上ですからね、その辺でなんとかね勝ってもらって、まあ、43個にしてもらいたいなと思うんで、45個、まあどうなるか分かりませんが、一応ぜひ頑張ってほしいなと思っております。今日は延期でございますので、皆さんから情報が来ております。はい、ということでハリケーンですね。ハリケーンのおかげで、ね、もう中止になったということで、ダブルヘッダーになります。その情報もあります。それから大谷さんがですね、まあ大谷翔平のチームが24、まあファンがどうのこうのとまあおっしゃっておりますけど、そういう情報もありますし、もうあとはね、みんながね、大谷さんのところですね、やっぱりね、栗山監督来てもらって、で GM もあのオーナーがですね、GM もマネージャーもね、やっぱりねクビにして、もうとにかくね新しいスタートするとなれば、もしかするとね、もしかするじゃ、もし絶対大谷さんがね、残ると思いますよ皆さん。それをね私も狙っておりますけどね、ぜひやってほしいものです。はい、ということで、行きましょうか。まず早速こちらでございます。はい、レディーズ、大谷翔平が所属するエンゼルスはハリケーンの影響によりレッズ戦中止を発表。24日にダブルヘッダー実施。エンゼルスは21日、日本時間22日、に本拠で予定していたレッズ戦をハリケーンヒラリーの影響のために中止し、23日、同24日にダブルヘッダーを実施することを発表した。大谷は同日の試合に先発登板する予定となっている。ヒラリーが接近していたため、20日、同21日に本拠で行われる予定だったレイズ戦を前倒しして、19日、同20日にダブルヘッダーが行われたばかりだった。球団発表によると、エグンホームゲームでの雨天中止は通算19度目で、エンゼルスタジアムでは14度目、今季2度目。エグンの複数のホームゲームが天候によって日程変更されるのは、3試合が雨天中止となった1983年4月以来、40年ぶり。おお、40年ぶり。すごい。40年ぶりでございます、皆さん。ということで、明日じゃなくて、明後日ですね。アメリカの時間は今日は21日でしょ。で、23日に大谷さんが投げるということで、明日はジオリートさんが投げるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ最後の日に、まあ、ダブルヘッダーということですかね。はい、行きましょう。それでは続きまして、これでございます。はいはい、どうぞお願いします。大谷翔平のチーム24冠が冗談としか思えない。ファン驚愕の異次元成績、休んでないの声も。エンゼルスでは投打で唯一無二の存在となっている大谷。米大リーグのシーズンも残り40試合を切った。エンゼルスの大谷翔平投手はここまで投げては10勝ち、打っては43本塁打と凄まじい成績を残してきた。SNS 上ではファンから冗談としか思えない、おかしいな、これ一人の選手だよ、とその成績の異常性に改めて注目する声が上がっている。大谷の20日、日本時間21日までの防御率 3.17 はア・リーグ4位、被打率 1.185 は同じくトップ。打者としても43本塁打は2位のルイス・ロバート JR、ホワイトソックスに10本差をつけてリーグトップ。89打点はリーグ6位だ。投打あらゆる項目でリーグ上位につける。さらに衝撃的なのは、各項目のエンゼルス内での順位だ。大谷はここまで、チーム125試合中の123試合に出場しており、これはチーム首位。他にも打者としては打席、打数、得点、安打、三塁打、本塁打、
打点、四球、三振、盗塁、盗塁死、打率、出塁率、長打率、オプス、長打、塁打、敬遠四球の計19部門でチーム内首位だ。わお。ここにない二塁打部門も21本で、レンフローに続く2位になっている。そして投手としても10勝ち、防御率 3.17、165奪三振、被打率 1.185、ホイップ、1イニングあたりに許した走者、1.06 と5部門でトップ。規定投球回に到達している投手も2人しかおらず、130回3分の2の大谷は今季途中にホワイトソックスから移籍したジオリと、142回に次ぐ2位だ。2021年にマークした46本塁打を大きく更新するペースで打ちまくり、投手としても進化を続ける今季の大谷に、X、旧ツイッター上では日本のファンから何世紀にもわたって語り継がれるであろう大谷翔平、これだけの数字を叩き出している打者が、投手としてこれだけの成績ってことに驚愕しかない、との声が上がっている。確かにね、チーム24冠の大谷にとって、はい、心配の種は試合に出ずっぱりなこと、2試合しか休んでないよ体を大切にとコンディションを心配する声も上がっていた。はい、ということで、まあとにかくね、この内容はですね、うちのいつも見てる方ね、たけちゃん、もうあらゆるね、このなんて言いますかね、タケちゃんも一緒、一里子、ネリを一生懸命ね、オップスだとか、いろんなもの見てらっしゃる、ここでもすごかったね、いっぱいもの出てきましたね、楽しみでございますが、まあ、行きましょう、次はこれ、はい、どうぞ。大谷翔平本塁打王&最優秀防御率の同時獲得も視野に、防御率 3.17 でトップと 0.14 差、うん、8月20日、日本時間21日の時点、本塁打ランキングで2位のホワイトソックスロベルト、30総本、20本差をつける43本塁打でア・リーグ1位を独走中のエンゼルス大谷翔平29は最優秀防御率争いで4位に位置しており、トップの 3.03 まで 0.14 差まで迫っている。ア・リーグ防御率ランキング1位を快走していたレンジャーズ・イオバルディは7月後半から右前腕部の張りで負傷者リスト IL 入りしており、規定投球回未達となった。復帰し再び規定投球回に到達すれば可能性はあるが、ランキングから姿を消した、うん、1位は防御率 3.03 のヤンキースコールへ変わった。またオリオールズブラディッシュが規定投球回に乗り、防御率 3.03 で防御率ランキング2位となった。大谷は8月20日、同21日の時点で防御率 3.17 で、トップとは 0.14 差で4位にランクインしている。現在、被打率 1.185 は1位、奪三振率は 11.36 で2位を記録しており、サイ・ヤング賞候補にも名前が挙がっている。次回登板は8月23日、同24日。の本拠地でのシンシナティレッツ戦とネビン監督が明言しており、防御率ランキングで1位に躍り出る可能性があり、本塁打王&最優秀防御率の同時獲得が期待される。はい、最高ですね。ということは明後日でございます、アメリカの時間でいくとね、楽しみですね、なんかこうどんどんこう下げていくというね、ERA 下げてくれればありがたいなと思いますけどね。はい、続きましてこちらでございます。これですよ皆さん、ね、大谷翔平でかい栗山監督ちっちゃいなんてね、まあ来るから。大谷翔平移籍によってダメージを負うのは最悪のシナリオに米メディア誰もがストレスを感じている、うん、ロサンゼルスエンゼルスはプレーオフ進出を実現することで契約最終年を迎えている大谷翔平選手との再契約を目指している、うん、しかしトレード期限後は敗戦が続いており、うん、上位球団とのゲーム差は開くばかりだ。米メディアヤフースポーツの花カイザー記者は球団幹部の悩みについて報じた。トレード期限以降のエンゼルスは4勝11敗でコロラドロッキーズと並んで球界ワーストの成績だ。
ヒューストンアストロズとテキサスレンジャーズの上位球団との連戦中、監督のフィル・ネビン氏は投手陣をサポートするために何が必要かを問われて、点を取ることだと答えるに止めた。チーム状態が悪いときはドラフトでの失敗や選手育成の遅れ、大型契約の失敗など過去に遡って原因を特定することがある。エンゼルスの原因はたとえ普遍的なものであっても大谷との再契約を目指すことから切実になっている。カイザー氏は、この時期は誰もがストレスを感じているが、最もストレスを感じている人物は、スポーツ界最大の悲劇であるミスの責任を問われる可能性が高い人物ではないだろうか、と大谷の残留を目指す首脳陣について言及した。良い考えは GM と監督をクビにし、新しい栗山監督を迎えることで、新たな目標ができ、大谷翔平も残る可能性がある。はい、ということでございます。出ました。栗山監督、ぜひこれ聞いてたら、アメリカのエンジェルス球場にお待ちしております。声かかったらぜひ、よろしくお願いします。そうね、エンジェルスに私がお話をして、で、まあ逆に私が栗山監督にお会いして、その胸を伝えるということもいいね。もう遅いかな。まあでもね、私はいいと思いますけどね。はい、鈴木も最後になりましたけど、打った球がですね、なんと、まあこれはね、ファウルなんだけど、ここで、この線がね、ファウルじゃないのね。だからこれホームランだね。これはホームランですよ。はい、行きましょう。打った高く伸びた、行き詰まっていますか？ホーマーがファウルポールに突き刺さるという珍しいホームランです。マネージャーのブランドン・ハイド氏は、まあ、公平な状況が続くことを期待していた、と語った。私は少し伸ばすように頼んだが、彼が十分な距離を打ったかどうかは分からなかったが、彼はそこにしっかりと押し込んでくれた。コロシアムでの圧倒的な野球には馴染みのないヘイズは、これで彼は、55年間のアスレチックス野球の中で、球場が見た中で最も珍しい本塁打の一本を彼のハイライトリールに加えることができる。はい、ボールがね、ダーッと突き刺さって、お客さん側からそれを取ったんですよね。まあだけどもホームランになったようでございます。はい。それでは、昨日も話しましたけれども、まあ明日ならないと分かんないですが、とにかくエンジェルスがこのワイルドカードが3人は入ってますけど、シアトルがものすごい盛り上げてるんですね、追い上げてるんですね。だからこれエンジェルスがなんとかしない、ボストン、トロントは難しい部分があるけど、まあこれ勝っていくしかないですね、今現在それしかないですね。はい、こちらはあれですね、まあこのナショナルリーグですね、こちらね。はい、ドジャーズじゃなくてサンディエゴパドレスもなんか下の方に59、エンジェルスよりも負けてるようでございます。なかなか大変でございますね。マイアミ・マーリンズもなんか64、この辺がね、なんかすごい見どころでございますね。勝ったり負けたりとしております。はい、ということでございました。今日はですね、まあということでお話がこのような感じでございます。先ほど話しましたけれども、このね、おはようございますというところからカリフォルニアに来ております。まあ明日ですね、今日はもう無理だということで明日来ますね。はい、続きまして、メンバーもジオリートが投げるんですけどね、明日。その後は誰が投げるということは、大谷さんが、まあ、1試合目、2試合目、まだ違う人を投げる。それまた情報を差し上げます。はい。はい、ということで、今日は、21日。はい、これをこちら持ってきましょう。はい、今日も、持ってくる必要はないですね。ということは、これも、休日じゃないんだけど、まあ、雨で中止だね、延期だね。雨で中止。雨で中止ですね。はい。書けない。ごめんなさい。はい、ということで、明日がジョリートで、明後日が大谷さんが投げる、この23日。だから、一番頭に投げると思うんですけど、その後にほら、もう出れるから。ということで、楽しみしております。はい、ということで、こちらも動かず、試合が残り37試合。先ほども話しましたけど、40試合を切っております。もう泣いて笑っても、大谷さんは
出ていくだろう。でかっということでございますけどね。いや僕はそう思います。皆さんどう思われますか。はい、ということで、メッセージもいただいております。はい、ではメッセージはこの方からです。どうぞ。たけちゃんでございます。たけちゃんお元気でいらっしゃいますか。どうぞ。たけちゃんコメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、ヒラリー大丈夫だったでしょうか。いや大変だったね。大谷依存症のたけちゃんです。たけちゃんね、僕は言葉を一つだけちょっと勘違いしてましたね。依存症というのはね、アディクションっていうんですね。これちょっとね見逃しましたね。依存症っていうことは大好きだなというふうに勘違いしてたね。まあ大好きって言えば大好きだよね。だからいろんなことやるんだよって、大谷さんのためにアディクション、まあ悪いことではないですよ、うん、大好きで、まあいいと思いますけどね。はい、どうぞ。今日は私の病気の症状についてお話しします。病気なんですか。重症です。おまず大谷くんの試合は必ず見ます。はい、いいことだね。これは基本、うん、1打席ごとに打率を確認します。おお、1輪上がったとか2輪下がったとか、うん、また打率ランキングの前後の打者の打率も確認し、3位浮上したとかで一喜一憂してしまいます。お当然試合中は大谷くんのホームランで叫びます。おカムオン。お投手の時は三振取ると叫びます。おイエスイエスイエス。奥さんからうるさいと叱られます、うん、私もそれ。試合が終わるとその日の大谷くんの活躍をネットで見まくります。おもちろんドルフィンさんのサイトを最初に見ます。ありがとう、ありがとう。夜には打率、打点、ホームラン、塁打、オプス、防御率、被打率、奪三振率等主要データを確認し、すごいね、大谷くんより上位の選手を恨みながら傾向と対策を練ります。恨みながら敬遠が続いた時は大谷君我慢できずにボール玉でもつい手を出しちゃう。そう我慢だ大谷くんとか。早いね。引っ掛けが目立つときは全部流せ、うん、あいいね。それでも軽くホームラン出るよ大谷くんとか甘い球逃して、うんうんうん、真ん中低めの落ちる球に手を出す悪いパターンになってるよとか。おおサイスが下手だから大谷くん思い切ってスライダースプリット投げれないとかとうとう。よくわかってますね。試合がない日はいけません、うん、前日から憂鬱になり過去の大谷くんの情報をネットで見まくって禁断症状を抑えます。シーズンオフが怖いです。おドルフィンさん助けて。お僕でよければ。余談ですが一度大谷くんの特大アーチを生で見たいです、うん、その時はドルフィンさんにも会いに行きます。はい、どうぞどうぞ、はいはい、キャッチボールしましょう。いいね、キャッチボールね。僕たちは毎日キャッチボールしたい。うちの息子とキャッチボールするのがね大好きだったんだけど、あんまりね息子がね野球のピッチして私はキャッチしたんですよね。でだん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 早すぎてキャッチできなくなったのよ。危ないなと思って。普通のキャッチはできるけど、あれはね息子の球はね85-86があったよね。であれはもうそのまま頑張ってれば90で、まあ東側にね呼ばれたから行ってればよかったんだ。90、まあ、95ぐらいどっかにいたと思うんだけど、まあ本人がやりたくないのに押し込んであれするとまたね彼の人生はどこ行くか分かんないから、今は自分の好きな人生に行ってますんで。いやいやいや、たけちゃん、お谷さんの写真はどの写真が好きですか。僕はね、お谷さんの写真があなたこれ好きじゃないかな、ボールが飛んでれらっていうことでたけちゃん入れてるんですけど、もしお谷さんの好きな写真やったら送ってください。言ってくれれば僕はまたこの世に作らせていただきます。それとね、ここで提案なんですよね。アディクションがあるからということはね、これでプラスに考えるとねすごいことなんですよ。だからたけちゃんね、私も毎日やらせていただいておりますので、たけちゃんのコーナーを作りたいんですよ。でたけちゃんが本当にね、お谷さんの文を1ページか2ページでね送っていただければ、さくらちゃんが読みますね。たけちゃんはね数学もうまいし、それからなんかいろんな細かいこともよくしてらっしゃるのでね、まあいいかなと思うんですよね。それをじゃあ明日から今日のぜひ夜送ってください。お待ちしておりますということで、そうですね、ここ僕のところから演説球場近いので、
竹ちゃんがいらしたらあのもちろんお会いに行きますし、それからそのあのキャッチボールもあの球場でやりましょう、早めに行きますんで、まああのそうすると41試合ないからアメリカこちらということで、まあ大変ではありますが、あのそれはもうあのウェルカムでございますからね。はい、それではありがとうございました。待ちしております。はい、続きましてこの方から稲田、じとくさん、とくちゃん、とくちゃんがいいね、じっちゃんというとまたおじさん おじいちゃんおばあちゃんってなっちゃうんで、とくちゃん、初めて、コメントいただきましてありがとうございました。とくちゃんのチャンネルを登録させていただきました。私チャンネルも登録ありがとうございます。さて参りましょう、どんな方をいただけるんでしょうか。はい、どうぞ。 Excuse me、 どうぞ。稲田じとくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。大谷がいくらホームラン打っても最終回ノーアウト1・2塁で大谷は三振勝てるはずがない。確かに、ね、少しは勝てる野球をすべきです。いや、徳ちゃんごもっともでございますけどね、大谷さんはたまにね、大谷さんらしくないなと思う時何回かあったよね。あの3球三振してるし、ボールがねもうね上がってないんだから、普通は落ち着いてやるんだけど、だからね、まあそれはね水物っておっしゃってるので、うちのコーナーではね、だからそう簡単に何回も何回も打てないんだけど、大谷さんはやっぱりね落ち着いてやるのが一番いい。早打ちするときはあまりいい結果が出てないんでございますけどね。とっちゃんありがとうございます。ぜひまたコメントをどしどしお願いします。皆さん、このコーナーは何も構わずおっしゃってください。人にね、なんて言いますか、こう害与えるようなことじゃなくて、自分はこう思います、いかがでしょうかっていうことによって、またねみんないろいろ意見と言うし、いや今おっしゃるようにそういうことが確かにありましたね。でもね、なかなか思うように打てないんですよね、本当にね。はい、ということでございます。父ね、まあ、今日はよし、彼がね3つ球持ってると、4つ球持ってると、そこでもって今日はカーブ狙おうかな、それから速いボール狙おうかな、それまあ先ほどの竹ちゃんも言ったけど、外側の球流す、引っ掛けない、流す、これがいいんですよね。うん、それでもね、当たる場所によって違うからね、これはね 100% コントロールできない、 100% コントロールできないけど打てる。でもアンパイアが言ったことは 100% コントロールできないし、何も言えもないし、はい、ということでございまして、今日皆さんからのコメントありがとうございました。またこのチャンネルの登録と皆様のコメントをお待ちしております。遠慮なくお願いします。明日はね試合があるから少しはお話できると思うんで、はい、今日はじゃあここで、ですね、はい、大谷さん、栗山監督来るかな、待ちしております。そういうことでございましたね。はい、それでは皆さん、 See you later alligator、 はい、 See you later alligator、 はい、それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。